はい、はい、やってまいりました高齢者体操 TV。 はい、はい、今回も山下トレーナーとやっていきたいと思います。パーソナルトレーナーの岩田です。よろしくお願いします。山下です。今回ですね、今回も、キューピー株式会社様の場所ですね、お借りしまして、ご案内していきたいと思います。で今日ご案内するのはですね、この間私テレビに出まして、そうですね、はい、七色日和という番組でご紹介した、ご紹介できなかった、体操をご案内していきたいと思います。実は4つご案内したつもりだったんですけども、番組では2つしかご案内されなかったんで、やっていきたいと思います、はい、でもこれで高齢者体操 TV で以前やってる内容です。やってます。はい、でもおさらいも含めてやっていきたいと思います、はい、あとこの体操がどんだけ本当は美味しいのかというのを、ちゃんとやっていきたいと思います。噛み締めたいですね。本当ですか。はい、ダメなんですか。噛み締めちゃうじゃないですか。本当にあれ結構プログラミングって大事で、はい、そうですね、だけ最初何やったんだっけ。最初だから呼吸やって、で、足やって、足やって、で、こういう呼吸、あ、そうあ、そうだちょっと待ってください一緒にやった一緒にあのホワイトボードでやったやつなんですからねあれ、順番どうしようか、もう一回言います。で、最初に呼吸やったでしょ。で、足やって両方筋肉が起きてる状態でこういうそ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 う、この自転車漕ぎってやつをご案内させていただいたんですね。で、高齢者体操 TV では黄色い T シャツ着て、そうですね、あのやってます。そうですね。で、これなんでいいかって言いますと、これこうやってるじゃないですか。そうですね。で、ただこうやってやるだけなんですけど、まあ、私考えまして、これ、ご高齢になるとですね、歩くときにあの足を前に出すというイメージと後ろの足で蹴るというイメージで歩いてる人多いんですよ。要はこう、これ使えたのかな、こう歩くんですね。はい、でも本当は足ってこう、そう、回した方がいい。走るときに足回すでしょ、ね、なんでこう回すような動きが自然と効率よく筋の活動ができるようにということで、こう足回してるんですね。で、この腸腰筋使いながら、ハム使って曲げてきてっていう、こういろいろね、タイミングが良くなってくるっていう運動学習のためのいいトレーニングを考えたんですけど、なぜカットした、はい、なぜカットされたかっていうね、あの多分番組の多分こういう尺があるんですよね。他にトレーナーさんがいらっしゃいましたね。で、僕がトップバッターだったんでね、僕の尺長いと次の日に行かなきゃいけない。キュッとね、キュッとなんでね、はい、なんで一応これをご案内させていただきました。これね、ぜひ皆さんやってください。これ歩く前に片方やって歩くと、ね、やってもらうと分かるんですけど、もうね、全然違うんですよ、歩き方が。やっぱなんか転がるように歩けるんで。そうなんです、そうなんです。そう、ブレーキがね、かかっちゃってる方たくさんいらっしゃって、あの歩きがスムーズにこうピッチが取れない方たくさんいます。なのでぜひですね、足はちょっと回しながら使うと、あんまり意識すると歩きづらくなりますので、ね、そこは気をつけていただければと思います。この自転車漕ぎですね、の動きです。今日私は右足しかやってませんが、今右だけが上手くなってますから、ね、ぜひですね、皆さんやっていただければと思います。両方やってください、ぜひ、はい、あとですね、あのチャンネル登録、そうですね、ぜひチャンネル登録してください。チャンネル登録あのしていただくとですね、この動画この間チェックしたんですよ。そうです、ね、そしたらですね、日曜日に見てる人多い。ああ、確かに多かったんです。でもね、この動画って金曜日の皆さん12時に配信してますから。そうなんですよ。で、チャンネル登録してない方だと多分毎週10あの日曜日になると更新されてるなっていうので、多分ずっとやり続けて見ていただいている方、ありがとうございます。今度からですね、チャンネル登録していただいて、見ていただければ、ね、金曜日に、新しいのあげたよというのはですね、金曜日12時に必ず連絡が来ますんで、ぜひしていただいて、で、今日まあ、この話がですね、面白かったなという方で、ぜひいいねボタンを忘れずにしていただいて、
なんか問題があればですね、コメントいただければ、あの次の動画に使わせていただいて、そうですね、はい、参考にさせて、こういうの知りたいよもぜひお願いします。ああ、そうですね、そういうのもやっていきたいと思います。はい、そんな感じですね、今日は。はい、そういう感じです。では皆さん、また会いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さん、高齢者体操 TV です。チャンネル登録はお済みでしょうか。山下さん、はい、チャンネル登録ってどうですか。はい、あの、Android の携帯をお持ちの方はですね、そのままもう多分初期設定で Google アカウントを作ってるんですけども、あの、iPhone とパソコンの方はですね、自分で Google アカウントを作らなきゃいけないんです。あ、そうなんですね。なので、その方はぜひですね、あの、 Google アカウントで検索して、あの、登録の方をまずやってみてください。それができるとチャンネル登録できますので、まずそちらの方お願いします。お願いします。